おはようございます。今日のコーヒーはですね、朝のコーヒー、天使の休息、コロンビアがベースの、ブレンドです。うちのお店ではですね、どちらかというと、まあいいブレンドに、ハートに口づけというのの、次ぐらいに、売れるブレンドですかね。飲みやすいっていうことがやっぱり一番、売れる、うちの場合は売れる条件なんですけど、やっぱりコロンビアベースのブレンドで、飲みやすいブレンドなんで、普通に、飲む人、すごいマニアではなく普通にコーヒーを、習慣的に飲む人が、結構買われる、ブレンドとなっております。天使の休息でございます。今日の、格言ですね、これを用意しました。なんとなくを排除すると、抽出技術は向上する。このなんとなくを排除するという、言い回し、どういうことかというと、例えば、お湯をこう蒸らしの時に太くさすのか細くさすのか、蒸らしの時間を何分かけるのか、例えば30秒かけるというのは何でなのかとか、1分かけるのはなぜなのかとか、お湯を勢いよく注ぐだとか、土手を作るだとか、いろいろなこの技法があるわけですけど、それって、なんとなくやっとられる方、偉い人が、そうやっていたからとか、いうことで、なんとなくやってる人は多いと思うのですが、そうではなくて、そのなんとなくの部分を、実際になんでだろうというのを、考え始めると、この抽出技術は向上しますよっていうことを、適当に、語ってみたいと思います。そして、こちらですね、玉木の方の、週刊フレーバー500回記念の、ズボラコーヒー、一袋買うともう一袋ついてくるよっていう、ズボラコーヒーですね。このズボラコーヒーとかなんか、水出しコーヒーでも、お湯の中につけてもできるんですけど、出来上がったコーヒー、当然冷めちゃったりとか、冷たい、アイスコーヒーとして作った場合だと、当然冷たいわけですけど、それをですね、電子レンジでチンすると、非常に香り高いコーヒーになるので、それも超おすすめであります。ということでコーヒー立てていきましょう。まずはど真ん中ですね。ど真ん中に、エイヤーで、下まで染み込んで、コーヒーが下に出るまではど真ん中そのままです。で、落ち始めたら周りにかけ始めます。ここはゆったりといきましょう。で、全体に行き渡ったらですね、ここで一回やめます。そして、減圧装置のついた蓋ですね、やって、はい、1分間です。今日のお題です。なんとなくを、排除すると、抽出技術は向上する。これ実はもうあれなんですね、焙煎でも、抽出でも、もう何にでも多分通用する言葉だとは思うんですけど、あまりにも、例えば、僕が、蒸らしはこうですよ、抽出はこうですよっていうと、それを鵜呑みにされる方もいるわけですよ。
で実際には別にあの一応僕なりに間違ったことは、語らないつもりではありますけども、あの鵜呑みにすると一番いけないのはあの思考を停止させてしまう部分があるんですよね。つまり、30秒蒸らせばとか、はい、1分経ちました。30秒蒸らせばだとか、何グラム何 cc お湯をさせばとか、そういうふうにですね、思考を停止してしまうんですよ。そうではなくて、それって本当そうなんだろうか、偉い人はそういうふうに言ったけど本当それでいいんだろうか。例えばああいう当然こうなんつうんですかね、このコーヒーの紙を、リンスするべきかしないべきかとか、なんかまあ いろいろ論争が、起こるわけですけど、それも実際に偉い人が言ったからリンスするべきである。例えば偉い、競技会に出る人がリンスしてたからリンスするべきであるというんじゃなくて、実際にやってみて自分なりにあこっちのがいいなと思った方を採用すればいいと思うんですよね。例えば蒸らしが例えば松屋式は3分というどっちかというとしっかりした蒸らしによってコーヒーの粉のガスを全部抜いてお湯が入り込める環境を作るという一応、解説をするんですけど、いやそうではなくてもうガスが中途半端に抜けてただけにしてお湯がこう入り込みにくくても粉が攪拌された方がいいんだというふうだったらもうそれをやればいいと思うんですよね。つまりコーヒーというのは、まあ、抽出の方法ってものすごいいろいろな多分、人たちがこうあだこだ言って、種類があるわけで、それが本当に一番いいのはどれなのかというのは当然、まあ、僕は松屋式をやってるんでどうしても松屋式が最優先で松屋式を語ってしまうけど、一般的にはいろいろな入れ方があって、そのいろいろな入れ方を自由に選べるのは実を言うと一般消費者だけなんですよ。松屋式を例えば30年極めてやってきたら、やっぱ松屋式に対して深く研究しすぎてるんで他のものまで30年研究することができないんですね。つまり、いろいろなものをこう極める、でやっぱり自分の専門のことばかりを極めてしまって他のとこまではやっぱ極めきれない部分があると思うんですよね。その中で、それが自由に選択して自由にやれる人って何かっていうと一般の人、一般の素人の方、一般のマニアの方となるわけです。だからそのマニアの方は何がやれるかっていうと、その、すごいこうこだわった、まあ、うんちくを語っているようなコーヒー屋さんの入れ方を参考にして、まずは、そのなんとなくこうやってる部分ではなく、その細かい部分までを、どうしてそういうやり方をその人はやっているんだろうというのをじっくりと、検証して、あこの人のやり方はこういう意味合いなんだっていうところまで納得するところまでまずは理解すると。で理解してそれをやるかやらないかは、まあ簡単に言うとお客さんの側の自由なんで、例えば僕は松屋式を、すごく推奨してるからって松屋式を絶対やらなきゃいけないとは思ってないんですよね。人それぞれ、自分の入れ方っちゅう自分のスタイルが出来上がってきたらそれの方が理想ですからね。もっと言うと、いろいろなコーヒーの立て方が存在した方がやっぱ、自由でいいですからね。だからそのためにはまず、ただ、
偉い人の、意見を鵜呑みにするんじゃなくて、まずはその意見をなるほどなと思って、自分なりに、なんとなく思う部分を、こう納得するとこまで、煮詰めておいて、それからこういろいろこう自分なりに、この部分は採用しよう、この部分は、いらないやというふうに、取捨選択するっていうことが大事になるんじゃないかなというふうに、一応考えます。ということでコーヒーが立て終わってしまったので、解説はその辺にしておきまして、はい、薄めます。ちょっと、解説がちょっと短かったですね。ちょっと説明不足になってしまいましたが、とにかく、今日の、まあ、まとめとしてはですね、偉い人の言うことを、まあ、偉い人、まあ、僕の場合は偉くはないけど、とにかく偉い人の言うことを鵜呑みにするんじゃなくて、まずはそれがなんでなんだろうっていうのをまず考えるっていう習慣をつけたらどうでしょうかと。そうするとなんとなくの部分が、なくなって、もっとしっかりと、抽出コーヒーを立てるということが、見えてくるんじゃないかというふうなことでした。なんとなくを排除すると、なんとなくを排除すると、抽出技術は向上するというのの、解説でしたね。で、今日のコーヒーは天使の休息でございました。さて、試飲に入ります。代表コーヒー入りました。はい、今日は天使の休息でございます。コロンビアがベースのブレンドですね。こんな感じで、はい、今日ね、うん、あれですよ、引いた時の香りが非常に強かったです。あれですかね、この心を込めて引いたからですかね。それ違うね。今ここにある B ブレンド、ほらまあはっきり言ってあれですもんね、コーヒー屋が言うのもなんですけど、同じ、状態でコーヒーってできてないんで、焙煎もやっぱりある程度こうブレも生ずるし、だから生の豆が非常にブレるんで、だからその中でまあとりあえず、そこそこの、クオリティでこう頑張ってるのがコーヒー屋なんでね、さも工業製品のようにコーヒーを、イメージしてしまうと大体勘違いしてしまいますよね。そうですね。ただ一般の方は、うん、同じ味ができると思ってると思いますよ。ですよね。はい、で、うん、今店頭にあるこの、うん、ブリビーブレンドは非常に香りが高いので、ですぐ来ていただければ。で、こう来た時に、あ、すいません、あのコーヒーはもうないです、みたいなね。はい、ということでですね、宣伝になります。週刊フレーバー500回記念のやつですね。ズボラコーヒー、ズボラコーヒーを一袋買うともう一袋、おまけでついてくるという、キャンペーンはですね、まだまだやっておりますよ。これと、水出しコーヒーの方も、この、一袋買うともう一袋ついてくるキャンペーンの対象となっております。深い、初恋の方はね、なくなっちゃったんで、もうあれは終わりまして、はい、今はその2つですね、ズボラと
ズボラコーヒーと、水出しコーヒーですね。はい、このズボラもね、あのもう特設会場だけじゃなく、はい、あの玉木のホームページの方掲載されてますので、あ、じゃあ買いやすいですね。ご覧いただければと。はい、で実際にあの水出しコーヒーを、冷たく飲まなきゃいかんと思ってる人、まあこれもあのあれですよね、あのさもそういうもんだというふうにこうある意味水出しコーヒーは、アイスコーヒーであるみたいに信じ込んでしまう部分はあるんですけど、そうでなくて結構レンジで温めると結構美味しくホットで飲めるんですよね。はい、あの水出しコーヒー自体がちょっとドリップしたコーヒーとは違う香味なので、あの温めて飲むと一味違うホットコーヒーが楽しめますよ。まあ基本的に低い温度で立てると甘みが強調されるの で、アイスコーヒーの場合はその甘さが隠れている部分があるんですけど、ホットにするとその甘みの部分が強調されて香りも強く出てくるので、レンジでチンして飲むっていうのはおすすめとなっております、はい、ということで、今日はとりあえずここまでで、仕事に戻ります。